お、部長、おはよう。あって、まだ調子悪そうだな。だるい。なんか、この間よりひどくなってない？おはよう、元気？キューピー。山本。あれ、なんか調子悪そうだね。っていうか、何二人とも。ココアの顔をそんな見つめちゃって。一体どういうつもりだよ。あんなに派手に戦った後によく普通に話しかけられんな。どういうって、ココアたちクラスメイトでしょ。挨拶したらおかしい。もう帰宅部と戦う気ないし、野田くんが気にしすぎなんじゃない。おはようございます。じゃあね。山本さん、学校に出てきたんですね。うん、もう戦う気はないらしい。何か企んでなきゃいいんだけどな。あ、それじゃあまた後で。おい、今キューピーから何か受け取ったな。手紙？何何？二人っきりで話がしたい。決闘か。いいだろう、受けて立ってやれ。本当に来てくれたんだ。ココア嬉しい。よし部長、決着をつけてやれ。へえ、がっかり。一人で来てって言ったのに。やかましい。こやつは我が半身、キーとは一心同体だ。具体的に言うと一定距離以上離れられん。ああ、そういうこと。じゃあ許してあげるとしようかな。あなたのこと好きなの。他に理由いる？あの時ココアを守ってくれたじゃない。運命感じちゃって。あなただったら年収も容姿も多少は譲歩する。だってそれが運命なんだもの。それを信じろというのか。本当だよ。今のココアはあなたたちの敵じゃない。キーも乙女心ってものを分かった方がいいんじゃない。確かに、キーはそこら辺よくわからん。まあ、急に信じろって言ったって無理か。散々ひどい目に遭わせちゃったもんね。でもココア、信じてもらえるように頑張るから。見ててね、ハニー。そこまで信じろと言うなら、学士についてお前が知っていることを全部話してみろ。いいよ。でもあんまり仲良くないから詳しいことは知らないけど、帰宅部と戦ってないのはあと4人かな。ドクトル、クランケ、クダン、ブラフマンはもう知ってるよね。ドクトルとクランケというやつについては情報が少ない。どんなやつだ？ネクラそうな男とネクラそうな車椅子の女、いつも2人でいるわね。付き合ってんじゃない？知らないけど。ざっくりしているな。だって全然付き合いないもん。クランケはちょっとだけ学校に来てたことあるみたいだけど。では貴様ら学士の本拠地は？エピメテウスの塔ね。学士以外の人間は絶対にたどり着けないよ。生体認証っていうの？システムに登録されてないと認識もできないってブラフマンが言ってた。そんなことが。ブラフマンという男、一体何者なのだ？さあ、ココアはよく知らない。いい男の匂いもしないし興味ない。興味ない？やつは学士のリーダー、仲間だろうが。仲間？少なくともココアはそう思ってなかった。ビジネスパートナーかな。それにブラフマンだってココアたちにたくさん隠し事してると思うな。
だから隠し事なんてお互い様。ココアもあなたたちのことブラフマンには詳しく喋ってないよ。ただブラフマンはすでにバグが学園にいることは気づいてる。だからこそ早く帰宅部に接触しなきゃと思って学園祭で仕掛けたわけなんだけど、すでにブラフマンは学園に狙いを定めている。だから学園にマキナもよこしていたのか。え、嘘でしょ、マキナも来てたの。やはり知らなかったのか。おかしい、ココアの行動がマキナを通じてブラフマンに知られていたらすでに何か言われてるはず。なんでマキナはココアのことをブラフマンに報告してないんだろう。気になるな、調べてみようかな。うん、やっぱりこうして情報交換していくべきだね。それはまあ。だがお前にどんな得がある。ココアのこと信じてほしいし、好きな人が喜んでくれたら嬉しいよ。だったら帰宅部に入るのはどうだ。お前の好きな部長もいるんだぞ。ああ、それね。ココアは愛と実利はきちんと切り分ける女なの。ぶっちゃけ条件が美味しい方に乗りたいわけ。ぶっちゃけるな。どう考えてもハニーはリグレットに勝てないから、はっきり言い切れるくらい実力差がある。でも条件が揃って帰宅部が有利になったら、ココア迷わず学士を裏切るよ。ずいぶん朗らかだな、おい。だからね、そのあたりがはっきりするまでココアと停戦協定結びましょう。それに完全に学士側につくって決めた時はちゃんと宣言するから心配いらないよね。これならお互い損しないし、どう？損得計算のできる頭のいい人大好き。改めてよろしくね、ハニー。もうチャイム、そろそろ行かなきゃ。またね。ああそうだ、最後にとっておきの情報を教えてあげる。浜吹マリエとこれ以上一緒にいるのはやめた方がいいよ。絶対に痛い目を見るから。どういう意味だ。部長、なんだかフラフラしているように見えましたけど大丈夫ですか。部長は頑張り屋ですね。だけどお休みすることも大事ですよ。くれぐれも無理は禁物です。お前やっぱりいいやつだな。こやつのことをこんなに心配してくれて。どうしたんですか急に。そんなの当たり前ですよ。文化祭ではいろいろありましたし、この後もたくさんのことに力を合わせて立ち向かわなきゃいけないんですから。あ、文化祭といえば山本さんのことですけど。あいつがどうした。いえ、その何かされませんでしたか。帰宅部のことがバレたらてっきり襲ってくるものだと思ってました。パンドラと同じなのかもしれないな。あまりバグ退治に興味がないタイプ。何もないといいのですが。あ、じゃあ私はあちらの電車なのでこれで。部長、くれぐれもお大事に。キーにはマリエに何かがあるとは思えない。キューピーは一体何が言いたかったのだ。リグレット様、お待たせしました。いえ構いません。今日はこれで全員ですね。
パンドラはいつものこととして、クラン家は少々調子が優れず。わかりました。それでは始めてください。じゃあ私から、最近気になることがある。リグレットに対する住民の支持についてだ。具体的には？街頭での啓蒙活動だけでは今一つ住民の支持が得づらくなってきているね。認めたくはありませんが、帰宅部の影響でしょうね。現状致命的なエラーではない。だが万が一リドゥに気づく住民が増えると厄介だろうな。ふん、ま、そこら辺は私にも一策ある。それに先生の仕込みも済んでいるんだろう。まあな。あー、ちょっといい？どうぞ。ここ数日の記憶がはっきりしないの。もしかしたらバグと接触したのかもしれない。おやおや、お嬢ちゃんまでやられたのかい？わかんない。思い出そうとすると霞がかかったみたいに。僕の時と同じだ。おかしいですね。学園の監視映像にはそのような生徒の記録は存在しない。監視映像、そんなものあるのかい？ええ、リグレット様は常にリドゥ中のカメラにアクセスできます。特にここ数日は監視を学校に絞ってもらっていました。知らなかった。ええ、気になるようなものは何も。学園祭が行われていました。とても楽しそう。なんてこった。帰宅部はリグレットの目を欺くことができる能力があるってことか？おい貴様、それは貴様がリグレット様を侮辱しているという意思表示になるが。え？このリドゥで起きることはバーチャドールであるリグレット様が全て把握している。貴様の発言は全能であるリグレット様に感知できない領域があるとそしるものだ。違います、僕はそんなつもりじゃ。やめてください、ブラフマン。承知いたしました。災難だったね。私はこれで下がります。あとは良きように。本日はこれで解散としましょう。ドクトル、例の件実行に移してください。期待しています。言われるまでもない。リドゥを失うわけにはいかないからな。なんで学校の騒動がバレてないわけ？映像に残っていないって何？誰かが帰宅部を助けてる。くっそー、ドクトルの野郎、ブラフマンさんにすり寄りやがって。あんた最近荒れてんね。しかしリグレットに対するあの態度、ブラフマンの忠誠心にも驚くね。あそこまで行くと異常だね。監視映像の件は本体の言うことももっともだったろうに。おい、そこ、ブラフマンさんの悪口を言うな。おっと、フォローしてあげたつもりなのに恩をあだで返すタイプだね、本体は。当たり前だろ。ブラフマンさんのあの曲を聴いても敬意を払えないなんてどうかしてる。悪いね、あまり音楽に興味がないもんで他のドール P のことはよく知らないんだ。ご教授願えれば嬉しいんだが。あんた偉そうに参謀気取ってるくせして、ドール P としてはにわかもいいとこだな。やはりあの人なのか。まあ曲聴いたらまんまだもんね。あらら、そんな有名人なのか。そうさ、
僕は聞いてすぐに分かったよ。なんたって僕はあの人に憧れて音楽を始めたんだからな。体がだるいな。それ風邪じゃない？流行ってるみたいだし。早退しようかな。具合の悪い人が多いですね。部長もここんとこしばらく調子悪いよな。辛いのごまかしちゃダメですよ。体さっきから斜めになってます。いっそ学校休んだ方がいいんじゃ。しかし部長が休んでいる間に学士が攻めてきたらどうする。大体なんだ病気って。不便すぎるだろ人間。パーッと治す方法はないのか。無茶言うなよ。とりあえず今日の放課後集まるのは中止しようぜ。みんなにはワイヤーで連絡しとく。そうですね。部長とキーさんの体調が最優先です。もたもたしている時間はないというのに。気持ちはわかりますけど、安静にしているのが一番ですよ。あれ部長、ここどうかしたんですか？首筋のところ赤くなってます。虫刺されかな。虫刺され、確かササラさんもこの間刺されたって話をしていたような。それ病院行ってきなよ。病院めんどくない？けど一発で治るし。私病院の薬ですぐ治ったよ。熱もあったけど下がっちゃった。辛いし早く行って治しなよ。なんなら私付き添いするよ。うん、じゃあ行こっかな。時間を無駄にできんな。病院に行ってさっさと治そう。おい、大丈夫かよ。リュウト。部長が病気だって言うから様子を見に来た。俺も同行していいか？ええ、もちろん。別に、ちょっと気になっただけだ。礼を言われるようなことじゃない。リュウト君、部長のことが心配だったんですね。そういうわけじゃない。なんだ、リュウト可愛いとこあるじゃん。はあ、それより急いだ方がいいんじゃないのか？そうですね、急いで病院で見てもらわないと。マリエさん、なんだか少し嫌な感じがしたんだけど。嫌な感じ？病院来たの初めてだな。ごめんなさい、急ぎましょう。受付で手続きをしてきます。部長はソファーに座っていてください。あそこにいるのはササラではないか。キーちゃん、銀ちゃんや部長ちゃん、リュウトちゃんもみんなどうしたの？ササラさんこそ、もしかして体の具合悪いの？そうなのよ、なんだか熱があってね。あ、そうだササラさん、この間虫に刺されたって言ってたよな。ん？この腕のこと？どういうことだ？うちのクラスの女子が病院の薬で熱と虫刺されがあっという間に治ったって話をしていてさ。あなた大丈夫？すみません。マリエちゃん、どうしたの？なんだか急にクラクラして。空いている病室で少し横になっていく？お願いしてもいいですか？
もちろん、ここは病院だもん。さ、行こう行こう。これが、あっちのお友達の受付番号ね。順番が来たら、ここに書かれた番号がモニターに表示されるから。うっす。マリエちゃん、調子が悪いから奥で休むって。まあ、心配ね。さあ、ベッドに横になって。すみません。あ、その前にこの薬飲んで。今流行っている病気の薬なんだって。はい。あ、なんだか眠く。もう寝ちゃった。不安になるくらいの効き目だな。宮司先生が言うんだから間違いないんだろうけど。次の人は診察室へどうぞ。部長の番だ。病院にはササラさんの方が先に来てたんじゃ。あの、受付番号を受け取るシステムって知らなかったの。らしさ爆発してんな。そこへ座って。では始めようか。軽く問診させてくれ。いいか、俺の目をよく見ろ。君は立伏学園の生徒だな。最近多いんだ、あそこの患者。素直だな。手間が省けて助かる。では質問を続けよう。最近おかしなものを見かけたことは？質問に質問で答えるな。イエスかノーで答えろ。では次、最近夢を見たか？そうか、なるほど。では次の質問だ。部長、おかしくないか？なんだこの質問攻めは。こんな問答で熱が下がるわけがない。それよりさっさと薬をもらって。なんだ、思ったよりさっさと馬脚を現したな。あ、まさか。見つけたぞ、貴様がバグだな。さては貴様、隠しだな。今こやつに何をした？それを知る必要はない。リドゥを破壊させるわけにはいかない。死ね、バグ。ここはどこだ？くそ、隠し目、こんなところに潜んでいたとは。不覚だった。しかし体が嘘のように軽くなったな。病気はどうなったのだ？それから、まるで思い出せん。ササラだ。おい、しっかりしろ。起きろササラ。まさか死んだんじゃないだろうな。ようやく目が覚めましたね。貴様はリグレット。私のことを承知しているようで何より。話が早くて助かります。なぜ貴様がこんなところに。ドクトルの毒はかなり強烈だったようですね。毒だと？感謝なさい。私が治療しなければあなたたちは早晩死んでいたでしょう。感謝だと？貴様、よくも抜け抜けと。
このまがいものめ！まがいもの、貴様は母が作ったメビウスを汚した！バーチャドールの風髪にも置けん！この場で滅ぼしてやる！我が半身よ、あいつをぶっ壊せ！待ってください。私は戦いに来たわけではありません。うるさい、黙れ。キーが本物のバーチャドールだ。お前の存在は認めない。今は何を言っても無駄のようですね。いいでしょう。リドゥで私に戦いを挑むことは意味のない行為だと体で思い知ってもらいます。どちらが本物の女神か思い知らせてあげましょう。黙れ、まがい者！こんなものです。手加減はなしだ。全力で行くぞ。痛くしますよ。手加減はなしだ。わかりましたか。リドゥで私に戦いを挑むことの無意味さを。くそ、なぜだ、お前のようなまがいものに。仮に私がまがいものだとして、力のない本物に何の意味があるのでしょうか。お前、聞きなさい。私はここへ取引をしに来たのです。取引だ。そうです。あなたたち帰宅部はおとなしく私のもとに下りなさい。お前の味方になれだと。ええ、協力してほしいことがあるのです。殺されないということをメリットだと感じていただきたいものです。あなたに選択の余地はないはずです。やめろ！ここは…ソソロ！キーちゃんに部長ちゃん？おはよう…って取り込み中？無事、目が覚めたようですね。気分はどうです？あ、なんだか久しぶりに体が軽いかも。もやが晴れたみたい。不思議ね。もしかしてあなたが直してくれたの？ええ、その通りです。今あなたの体を蝕む死の毒を私の力で消し去りました。なんだと？先ほども言ったでしょう、私が治療しなければあなたたちは早晩死んでいたと。ここは死体安置所。私が現れなければあなたもこの子も息を引き取っていたことでしょう。わかりましたか。あなたたちの生も死も私の指先一つだということが。どういう判断が賢明か。次に顔を合わせるまでに
よく考えておいてくださいね。力の差がありすぎる。診察長くね。先生、ありがとうございました。おかげですっかり元気になりました。ちょっといい？ん？何ですか？君より前に診察室へ入ったやつがいたと思うんだけど。さあ、知りませんけど。診察室に他の患者は？誰もいませんでしたよ。もういいですか？うん、呼び止めてごめんね。どうなってるんだ。すみません。あなた、お友達の付き添いで来た子ね。どうかした？3人とも随分戻ってこないので、どうしてるかわかりますか？ん？3人ともとっくに帰ったはずだけど。いやいや、そんなわけないっすよ。僕らずっと待ってたし。そんなこと言われてもな。すみません、トイレはどこですか？トイレ？廊下の突き当たりを右よ。ありがとうございます。銀先輩、行きましょう。は？いいから、ついてこい。リュウト、トイレくらい一人で行けって。僕そういうの苦手なんだよ。はぁ、察しが悪いなお前。誰がツレションのために会話を中断させんだよ。ツレ、これ以上あのナースに食い下がったって無駄だ。けどおかしいだろ。3人が帰ったなんてそんなはずない。怪しすぎるじゃないか。病院が怪しいことくらい最初から分かってた。考えてもみろよ。過去をやり直す理想の仮想世界に、そもそも病気なんて必要か？そうか。中には病気のままでいればよかったって後悔してる人がいるかもしれないけど、不特定多数が罹患する病気なんて存在する理由がない。しかも病気の症状は全員同じ。虫刺されのような後に発熱、そして待合室には立伏学園の制服を着た患者しかいなかった。そういえば、ってことは学園の生徒だけわざと病気にさせられた？そんなことができるやつがいるとしたら、学士もしくはリグレット以外に考えられない。おそらく俺たちは意図的にここへ誘い出されたんだ。そして怪我人でも病人でもない俺たちの存在はイレギュラー。リュウト、見ろ。くそ、逃げるぞ。消えちゃったわね、あの子。お礼の一つくらい言いたかったのに。あれはキーたちの旧敵だぞ。そもそもあいつのせいで死にかけてたんだ。自作自演だ。お礼なんて言わなくていい。めっちゃくちゃ悪いやつがたまーにいいことしただけ。ヤンキー恋の理論だ。キーの方がずっといいことしてるのだぞ。確かにキーちゃん、いつもありがとう。でもなんで助けてくれたんだろう。知らん、まがいものの気持ちなど。そういえばササラはどうやってここへ連れてこられたんだ？どうだったかしら。不思議な髪型のお医者さんとお話ししたところまでは覚えてるんだけど。やはりあいつか。ねえ、それよりここを早く出ましょう。銀ちゃんたちが心配だし。私、病院は苦手なの。開けコマ！
ちゃんすごい。部長の調子が戻ってきたからな。キューピーを倒して得た能力が使えるようになったぞ。簡単な構造の鍵ならば介入して開けられる。その名も鍵、鍵ピー、ヌスッと、ピッキング、あ、ピッキングだ。わーすごい。でも部長ちゃんの体調が治ったのもリグレットちゃんが治してくれたんだよね。なんでなんだろう。考えても仕方あるまい。行こう。敵がこんなにたくさんいるなんて。建物に足を踏み入れた時どうしてすぐに気づかなかったのか。深く落ち込まないでキーちゃん。きっと病気でぼーっとしてたからよ。私もちっとも気づかなかったもの。いや、まあササラは。ん？ん？どうかしたの？今聞き覚えのある声と走る足音が。くそ、しつこいぞ。ついてくるな。ドナルド、無駄に体力を消耗するぞ。間違いない。キー、ササラさんに部長も、銀ちゃんにリュートちゃん、無事でよかった。再会を喜ぶのは後回しだ。キーは知っているぞ。こういうのを飛んで火にいる夏の虫というのだ。よしお前たち、我らが帰宅部の力を見せてやれ。全力で行くぞ。ほらよ。まだバグが。手加減はなしだ。これでどうだ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。幅が広がるな。よかった、銀ちゃんたちが来てくれて。逃げてきただけなんだけどな。結果オーライってやつだわ。そういえば、マリエちゃんは？いや、てっきり部長たちと一緒なのかと。具合が悪くなったと病室に連れて行かれて、その後の行方がわからない。大変、早く探さないと。いや、一度待合室に戻った方がいい。この病院、思ったよりも奥が深そうだ。さっき他の帰宅部メンバーには連絡しておいた。そろそろ病院に着くからだ。うん、確かに敵の数も多い。万全な体勢で行った方がいいかもな。よし、マリエは心配だが一度戻るぞ。バグだ。
もの見っけ。手加減はなしだ。これでどうだ。全力で行くぞ。マリエはいないか。どこへ行っちゃったのかしらね。電話に出ないし、ワイヤーも返事がない。心配だな。つーか、ここ何の部屋だよ。嫌な匂いがしてやがる。薬品庫か。薬。しかし、病気になる人間はリドゥにいないという話だったのでは。真の意味で病気になる人間はいなくても、病気のような症状、病人の環境を望む者はいるかもしれない。あるいは病院という形を必要とした人間がいるのかもな。うむ、この病院の医者は学士だ。奴の望みということは十分あり得るぞ。けっ、お医者さんの考えることなんてわかんねえ。いい年収もらってんだろうな。クソだよ。医者が医者らしく立ち回ることを望んでこの病院が存在しているのなら、おそらく薬は正しく作用する。体は現実にあってリドゥにはないのに、なんだかヘンテコだね。んなことどうでもよくね。さっさとマリマリ探しに行こうぜ。賛成。こんなに連絡が取れないなんて絶対何かあったんだよ。早く助けなきゃ。現実と同じ作用をするなら人が簡単に殺せる分量だ。おい、リュウト、何をしてる。今行く。お、いいもの見っ